こんにちは、プロトタルトです。マスクカーニバル20のオルトロス&ティポーン、やっていきます。この間、生放送をした時に20番だけ飛ばしてしまったんですよね。なんで20番飛ばしてしまったのかっていうと、こいつ強かったからです。はい、ということで、後にちょっと取り直して、20番だけやってきたんですけど、なんとかこいつを倒すことができたので、やっていきます。最初は大してそのことないんで、ただただ素早く倒していくという形でやっております。鼻息が来た時に超効果を使うっていうだけですよね。最初のテュポン先生で、注意するのは。あとはもう、ほんと、ガンガン削っていったら、2回目の鼻息が来るまでには倒せます。で、火炎放射ね、吹いてますが、これは、オルトロス向けですね。オルトロス用にこう火炎放射をつけてます。火炎放射でね、オルトロスを焼くとかなり高ダメージが出るからっていう形ですね。ティポン先生1回目は大したことないので、ガンガン削っていきます。そして、フェーズ2のオルトロスも弱いので、もうここはガンガン削っていく感じ。ここで注意するのは、カッパソングを止める、それだけですね。で、最初はもう一気に高火力で押し切っていきます。そして、あとはもう普通に火炎放射を吐きまくると。範囲避けて、AOE 発生したら避けて、そのギリギリからでも火炎放射届きますんで、カッパソングが見えたら、魚投げて止める。あとはもう火を吹いていくだけで、こいつは簡単に倒すことができます。問題は、フェーズ3ですよね。だからそれまでにこいつらの特性というか動きっていうのを理解するためのフェーズです。が本当気にせず倒せるんで、この辺はあまり問題ないかなと思います。とにかく火を吹いておけば敵が勝手に倒れるというイメージです。はい、もうちょっとで終わりですね。カッパソングだけは止めて、であとは火を吹いていく。で、止めた後すぐこの範囲が来るから、そこだけ注意ですね。はい、倒しました。さあ、問題のフェーズ3です。ここで結構時間を食ってしまったというか、そこが最も難しいところですね。なんかもうほんとね、わけのわからない戦闘でピンボールになりやすい。でもそのピンボールを回避することができれば、こいつは実は簡単に倒すことができます。最初のティポン先生は、最初通りですね。ただ真ん中でまず戦っていくと。この鼻息で吹き飛ばされるから、基本的には真ん中で敵の攻撃を受けるイメージでやっていきます。このファイアボールが来た後に鼻息が来るので、この鼻息に合わせて超効果を使っていきます。で、超効果使うときもど真ん中です。こう真ん中にいるっていうのがまず最初大事ですね。で、真ん中でもこれが溶ける、超効果が溶けるときに迅速使います。迅速使って雷を使い、ダメージを与え、そして剣術まで飛ばされないようになってから、もう一度雷を打ちます。もうこれね、叩きつけ食らう勢いで迅速、雷を2発打ち込めば今のように倒すことができるので、ちなみにその最初の超効果を使うときに、ド発点を入れておくといいですね。入れておいても入れておかなくてもいいし、2発かかるんで、どっちでもいいんですけど。で、その後は、鼻息に合わせて、超効果でしょ。ほんで、カッパソングが来るので、カッパソングに魚を投げる。もうこれだけです。あとはもう火を吹いて、倒していくという形になっていきます。あとは火力で押し切ると。で、敵の詠唱を2人分見ないといけないんで、やりにくい人はフォーカスターゲットを必ずどちらかにしておいた方がいいですね。自分のタゲっている敵とは違う敵に合わせてフォーカスターゲットをしていく。で、鼻息が見えたら基本超効果なんですけど、カッパソングとね、被る時があるんですよ。で、その時は剣術魔が戻ってるタイミングなので、そこで、剣術魔とマイティーガードで耐えるというやり方があります。ですが、それはちょっと敵のね、詠唱の順番を見ていって、そこの辺を判断していくという形ですね。カッパソングがしばらく来ていない時に来る鼻息は非常に注意が必要です。ここですね。この鼻息で超効果を使うと、今カッパソングの詠唱が一瞬見えたんですけど、
まあ、今回は多分魚が間に合ったと思うんですけど、あれがもう少しずれる場合があるんですね。超効果を使った後でカッパソンが来るパターンっていうのがあったりするんで、それが来そうだなって思った時は剣術魔プラスマイティーガードで耐えていきます。で、まあ、今回はね、まあ、ボルトロス押し切れそうだったんで、もう倒してしまうというね、ちょっと強引なやり方をして倒してみました。ということで、まあ、基本的にこのフェーズ3でやるべきことはタコの足の処理ですね。タコの足の処理さえできてしまえば基本的にはそんなに難しいものではないよと。あとは敵の詠唱を見てそれに対処しましょうっていう感じですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。プロトでした。